はい、本日はですね、僕が持ってるマウンテンパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。なぜそもそもこんなことをしてるかというとですね、近々美女が選ぶマウンテンパーカーランキングっていう動画を作ろうと思ったんですね。でマウンテンパーカーのランキング作ってもらうのはええねんけども、そもそも俺何着持ってんやろ、そもそも何を持っててんやろね、分からんくなったんで、この動画で皆さんと一緒に、あ、そういや拓三これ持ってたね、あ、そういや俺これ持ってたなっていうのを確認したいなと思いまして、後ろにずらっと並べさせてもらいました。これが全部一応マウンテンパーカーになっておりまして、ブランドはノースフェイスであったりだとか、あとパタゴニアもあるし、あとモンベルもあるし、あとアークテリクスもあるし、あと1着だけユニクロもあったりするので、この5ブランドですかねを、一応持ってますので、ユニクロはほぼほぼ持ってないんですけど、検証用に買ったやつが1個だけあるので、これをね紹介していきたいなというふうに思いますので、18着とにかくあるので、今日の流れとしてはとにかく1着ずつ紹介していくんですけど、もう本当に短くスパン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 といきたいような感じになっておりまして、いつも通りですね、特に台本とかもないので何を言うかも今決めてないんですけども、その時のインスピレーションで、あ、このジャケットにはこういう特徴があったよなとか、これめっちゃ良かったよなとか、これあんま着てへんなとかっていうのをね、正直にお話していきたいなというふうに思いますので、早速11着をババババッと紹介していきたいなと思います。ちょっといつものやつ元に戻しましょうか。これがあるとねいつも通りになってくるので、ではマウンテンパーカー1着目っていうのがこちらのノースフェイスの、マウンテンパーカーになります。名称はね、クライムライトジャケットというと、これもめちゃくちゃ有名なジャケットで昔からあるんですよね。でそれこそこのジャケットがこの18着あるうちで一番古いんですよ。これ確か6年ぐらい前に買ったやつなんですけど、5年かな、忘れたけど、それぐらい前に買ったやつで、見た感じね、ペラペラの薄そうな感じに見えるんですけども、めちゃくちゃ頼りがいがあって、5年間着てるにもかかわらずほぼほぼ劣化がないと。で店員さんとかによってはですね、このクライムライトジャケットほんで、昔からあるので、店員さんによっては10年ぐらい着てはる人もいらっしゃるぐらい昔からあるんですけども、結構ノースフェイス自身も力を入れて開発してるようなジャケットになってるので、持ちもいいしクオリティも高いというような感じになってるんですけど、お値段もその分高いんですよね。この薄っぺらい薄い感じなのに33,000円もするってことなんで、10年持ったら1年3,000円かって考えたら、そんな高くないんですけど、10年もキーヒンっていう人からしたらね、割高かなと思うんですけど、そんなジャケットになってますね。はい、これ以上喋りすぎたらまたオーバーするので、一旦これで終わりにしましょうか。ほんでこれも同じですね、クライムライトジャケット色違いになってるんですよ。さっきのネイビーナスとの色違いになってて、これはまだ購入して3年ぐらいしか経ってないので、めちゃくちゃ綺麗なんですけど、ちょっとねさっきのと比べるとサイズ感が全く違うんですね。さっきのが M サイズなんですけど、これはね XL で購入してるのでだいぶサイズ感が違うんですけども、これはねほんまにねよくてね、僕の視聴者の方でも購入された方結構多いみたいで、僕の動画見てくれて、で購入しましたって言ってる方多いんですけど、めっちゃ良かったですっていうお声も結構ちらほら聞くので、用途にもよると思うんですけどね、そのアウトドア系っていうかアクティブな人やったらいいと思うんですけど、もうちょっとちゃんとしたマウンテンパーカー欲しいっていう人やったらちょっとこれじゃないんですけど、薄くて軽くてっていうぐらいの人にはちょうどいいんかなと思います。動きやすいですしね、この薄さやから。ほんで全部なんですけど、よくマウンテンパーカーとかどうやって洗ってるんですかってよく聞かれるんですけど、洗い方についてはですね、いろいろあるのはあるんですけど、一番コスパよく正確に洗えるのはですね、このねどこでも売ってる薬局とかで売ってる MR あるじゃないですか。この MR で普通に1着だけ洗っちゃって、仕上がった後にこの肉アクスのね撥水剤を使ってあげれば、もうびっくりするぐらいね水が浮いてくるんですよ。だから浮いてくるっていうか、その撥水性がある、水が弾くんですよね、綺麗に。だからこれに関してはそんな毎回やらんでも全然持つんでいいんですけど、たまにね半年に1回ぐらいピュピュピュってかけたったらめちゃくちゃ綺麗に撥水するし、普段の洗い方としては僕着るたびに洗ってるので、本当に T シャツと同じような感覚でも着るたびにこの MR でポンって洗うみたいな。これが中性洗剤やからね、これで洗うと結構いいです。どこでもね売ってるんでどこでも買えると思いますし、値段もいろいろ僕試した中で一番これ安いし正確に洗えるので、僕個人的にはええかなという感じですね。では次3着目いきます。こちらがドリズルジャケット。これもノースフェイスになるんですけど、やばいぞこの調子で喋ってたらだいぶ長なるぞっていうことで、ちょっと素早くいきますね。これは唯一僕が持ってる中でゴアテックスではなくて、フューチャーライトっていう、この袖にフューチャーライトって書いてるんですけどっていう素材を使ってですね、これ何なんですかというと、ほんまについ最近ここ数年でノースフェイスが開発した素材になってるんですよ。だからまだ結構分からんことが多くて、そもそも劣化するんちゃうかとか、ちょっと寒いんちゃうかとかって言われたりしてるんですけど、ちょっとこれに関してはもうちょっと待たんと分からへんので、今のところは何とも言いようはないんですけども、一応機能面としては同じなんですよね。防風性もあるし防水性もあるから全然濡れませんよといったことになるんですけど、ただ一点気になるところ、このドリズルジャケットの場合はこうやってねフラップがつけてくれてるのはありがたいのはいいんですけども、めちゃくちゃこれ僕ちょっと着づらいなと思うのが、ジップがねちょっとチャッチいんですよね。だからよくこの下のとこでガガって絡まるんですよ。でそれこそノースフェイスの他のジャケットではそんなことないんですけど、このジップタイプは結構小さいっていうのもあるし、もともと多分素材自体もそんな高いやつじゃないんですよね。だからよく絡まるし、よく引っかかるっていうところがちょっとどうなんかなとかって思ったりはするんですけど、まあフューチャーライトに関してはちょっとまだまだわからないところなんで、次に行きたいなと思います。今こう言ってる段階でももう絡まってるんですよね。では次はこちらパタゴニアですね。パタゴニアの、マウンテンパーカーといえばもう真っ先にこれが出てくるんですけど、トレントシェル 3L ジャケットというジャケットになってですね、トレントシェルジャケットって言ったらもうパタゴニアの中でももうマウンテンパーカーって言ったらもうまさにパーンってこれすぐ出てくるぐらい有名って同じこと2回言ってるんですけど、まあ、そんな感じになってるんですが、これもねちょっと生地が同じように防水とか防風とかもなってるので、もう洗い方さっき言った感じで洗えるのはいいんですけども、ちょっと劣化するんちゃうかなんか言ったりするところがねちょっとまあ微妙やなって言ったりはするので、一応まあこれ実際持ってみてどれぐらいで劣化するんかっていうのも、まあ、ちょっと実験も兼ねてね手放さんと今持ってるんですけども、これで今で1年ぐらいからまだまだ分からないんですけど、まあ、5年ぐらいしだすと劣化する可能性はあるので、まあ、そこでは詳しいこと言えるんですけど、今はまだまだ詳しいことは言えませんでっていうことが4着目ですね。次行きたいなと思います。次はこちらモンベルですね。これモンベルのストームクルーザーというやつでしたっけ、確かそんな感じの名前でした。この辺はねゴリゴリ今全部紹介したやつって登山系のやつなんですね。登山で着る用としてめちゃくちゃ薄く作られてて、なおかつ雨からも風からも守ってくれるっていうようなジャケットになってるんですけど、もうこのモンベルがね圧倒的に一番値段も安いです。そしてコスパがいいです。今まで紹介してきた5着のジャケットの中でも一番これが安いし、しかも一番品質高いやつ使ってるんですよね。まあ一番というかなんというかね、ゴアテックのやつ使ってるので、まあ、これは良かったんちゃうかなと思うんですけど、まあ、登山せえへん僕からしたらこんなヘビーに使うもんではないんですけども、まあ、登山する方なんかにはやっぱりこれよく着られてるだけあって名品やななんて思いますっていうのが、次いきますね。でこれがですねアークテリクスのゼータ SL というモデルになってまして、これもめちゃくちゃアークテリクスといえば人気なんですよね。これもちょっとどっちかっていうと薄めのジャケットになってて、ただ今まで紹介してきたノースフェイスパタゴニアモンベルとは違ってちょっと着丈とかもね長くなってるんですよね。だからこの辺なんかはいかにもこう街にも合わせれるような作りになってて、まあ、私服でいけるのはもちろんそうなんですけども、まあ、ここまで結構なんていうんですか、パッと見た感じから洗練された作りになってるじゃないですか。いかにもアウトドアっていう感じではないから。結構綺麗めに着たい人なんかはアークがいいんかなとかで僕個人的に思ったりしてるんですけど、まあ、ゼータ SL はまあめちゃくちゃ有名なんで、まあ、詳しくはレビュー動画で言ってるんですけど綺麗めで合うんちゃうかなっていうことですね。では次いきます。ほんで次がですねこちらユニクロのブロックテックパーカーですね。これもユニクロといえばっていう感じですよね。これ実験するために買ったやつなんで、まあ、ほぼほぼ着てないんですけど、これ防水性皆無なんですよね。防水ジャケットって言ってるけど全然濡れるやないかいということで僕全く信用してないんですけど、まあ、これもね同じくもう洗い方はもう全部一緒になってるし、取り扱い方も全部一緒になってるし、ちゃんとハンガーにかけて日陰で風通しのいいところで保管しとくっていうのはまあどれも変わらないんですけども、まあ、これもそうなんかなとは思いますが、マウンテンパーカーというにはちょっと心もとないかなと。まあでも値段的にもね 4,000〜5,000 円ぐらいから、まあ、安いから安かろう悪かろうみたいな感じのところもあるんかなと思うんですけども、まあ別に雨を気にしない方は全然いいんかなと思うんですが、次に行きたいなと思います。こちらがノースフェイスの、レイジプルオーバージャケットというジャケットになっておりまして、これに関してはもう2019年やったかなに発売されたモデルになってるので、もう今に関しては発売されてないんですけども、まあ、当時からも結構話題のカラーリングというか、ノースフェイスではまあ見えひんのですね。ノースフェイスといえば結構何ていうんですか、くすんだ色味というかちょっと落ち葉系というか、もみじとかなんかそっちの秋をイメージさせるような色味が結構多くて、あー分かる分かる、なんかそんな感じするような茶色の薄い感じとかこう緑の薄い感じするよねっていう方多いと思うんですけど、こんなはっきりした色味の2カラーってあんま見ないと思うんですよね。まあ、なので僕は完全に色で気に入って買ってポチって買ったんですけど、ポチっていうか店舗で買ったんですけど、でそれを見たらやっぱこれってね女性受けも良くて、うちの嫁もうわめっちゃそれ可愛いって言って欲しいって言ったから、結局何かのプレゼントで買ってあげたんですよね。クリスマスやったかな、なんか忘れたけど買ってあげて、まあ、喜んでたんですけど、まあ、女性受けもいいようなカラーリングになってて、まあ、配色が絶妙やなと思います。まあ、それこそ近々出すその美女が選ぶランキングでもこれはランクインしてくるんちゃうかななんて思ったりはするんですけど、まあ、僕はもう撮影終わってるので、また皆さん楽しみにしておいていただければなというふうに思うんですが、これがレイジのプルオーバージャケットですね。これはもう発売はされてないのでもう終わりなんで次行きたいなと思います。次はノースフェイスのマウンテンジャケットというジャケットになります。これは5万5千円ぐらいするので、このジャケットの中でも結構比較的18着ある中でも高い方にはなってるんですけども、これに関しては値段は高いんですけどもクオリティはもう保証されてる、もう昔からあるし、これを基準に例えばマウンテンライトジャケットが出てきたりとかスクープジャケットが出てきたりするけど、大元は何なのというとこれなんですよね。だからニンニクで野菜増し増しといえばどこですかというと大元は二郎なんですよね。二郎から派生して二郎系と言われるラーメンがいろいろそこら辺に出てきてやるがするけど、もともとのニンニクあり油野菜増し増しというのはどこなんですかといえば、あの黄色い看板の行列の男だらけでバーッと並んでるあの二郎ですやんっていうことになってるので、これはもう二郎と一緒、もう元祖中の元祖っていうことなんで、僕はマウンテンパーク何がいいって聞かれると大体このマウンテンジャケットというふうには言うんですけど、まあ人によってはねちょっと用途が違う方ですので、もうちょっときれいめに着たいという方は違うやつ言ったりするんですけど、まあ、普通にカジュアルで着たいっていうのやったらもうこれ絶対これがいいんちゃいますかとかってよく言ったりするんですが、まあ、これがおすすめかなというふうに思います。それでこちらがですねマウンテンレインテックスという、これはノースフェイスのジャケットになってるんですけど、これねほんまに年に2回出てるぐらい人気のジャケットで、まあ、カラーがね毎年毎年変わるんですけど性能は全く一緒、ずーっと一緒っていう感じで品番も変わらんと多分出てると思うんですけど、まあ、それぐらい不動の人気モデルになってて、まあ、何が人気なんかっていうと、まあ、そこそこのクオリティがあるにもかかわらず値段が安いんですよね。3万円切るかなぐらいの、じゃ3万前後ぐらいで買えるっていうことなんで、まあ、さっきの二郎ジャケットが5万5千円ぐらいするから、それ考えるとね結構まあ比較的安いかなって感じはすると思うんですけど、まあ、ゴアテックスっていう生地を使用してて、まあ、完全に雨も風も防げるし劣化もせえへんのに3万円って考えると、まあまあ確かに安いかなと思います。これちなみにフードはね中に収納されてるんですけど、こんだけフードありばっかりのジャケット持ってたらフードを出すことないんですよね。むしろフードなしで着たい時とかはこれ着たりするんですけど、まあまあ使い勝手はいいんちゃうかなと思います。ただねちょっと着丈が短いんですよ。だからそれが嫌やったらワンサイズ上げた方がいいかもしれないですね。僕これ L サイズで着てて、まあ、標準サイズというか適用サイズが普通のいつものサイズなんですけど、ちょっと着丈短いかなみたいな、もう一個上でもよかったかななんて思ったりはするんですけども、まあ、これがマウンテンレインテックスですね。そして次が出ましたドンアークテリクスの、アルファ SV というジャケットになってて、こう見るからにどうですこの高級感ある感じで、確かにちょっと今まで出てきた中ではぐんと高そうなイメージするよね。はい、その通りということになって、じゃあおいくらなのと、いくらやったらこれは買えるんですか、おいくら万円なんですか教えてちょうだいと言ったりするとですね、これがまあやっぱビビるんですよね。これなんぼしたかというとですね高いんですよ。僕の家賃より高いっていうことになってて、ええからはよゆえっていう感じだと思うんですけど、とにかくこのアークテリクスのこのロゴがね金色になってるモデルって今確かこの αSV しか多分ないと思うんですね。他のやつっていうのはさっき見たみたいにシルバー系になってるのであんまりロゴが目立たへん感じになってるんですけど、これはねちょっと黄金に輝くゴールドを使用してるってことで、ほんなんで先に値段言いなさいと、いくらなんやと伸ばすなということになってるんですけども、唯一このジャケットだけがゴアテックスのプロという素材を使ってるので、もうちょっと他とはもうぐんとレベルが違うくて、耐久性がもっとあったりだとか、ちょっとストレッチ性が効いてたりだとか、汗をちゃんと逃がしてくれやすくなってたりとか、あとまあベンチレーションもねあったりするので、ほんまに申し分ないぐらい機能が詰まってるというのがこの αSV ということになってますので、次に行きたいなと思います。ちなみに値段は10万です。はい、そして次がですねこちらの、ノースフェイスのマウンテンライトジャケットになりますね。まあ、これも毎年出てて毎年年2回出てるんかな、だから、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、これもまあまあ人気ですよね。というのもなんでかというとですね、さっき言った二郎のジャケットありますよね。二郎ジャケットよりちょっとこう何ですかね、値段とかも安くなってたりしていらん装備を省いたりしてるので、よりこう街中で着るには全然良かったですよね。まあ、コスパ的にこっちの方が多分優れてるっていうのもあって人気だとは思うんですけども、これ嫁がこの間来たから首元絞ってあるなんでか知らんけど、はい、これはちなみについ最近出たモデルになっててグレーの、ね、タイプなんで、あんまりノースフェイスでグレーって見ないんですよね。ベージュはよく見て茶色系っていっぱいあるんですけど、グレーはあんま見えひんなということで、まあ、品がある感じには見えますよねグレーやから。で、まあ、これがマウンテンライトの M サイズですね。で僕 L もあるし XL もあるので今から出していきたいなと思うんですけど、次がこちらが L サイズですね。これデニムバージョンになってて、こちらデニムのブルーなんですよね。デニムのブルーバージョンになってて、インディゴって言ったりもするんですけどのマウンテンライトになってるんですが、サイズがねちょっとどんな感じか見たいっていう方は別動画でサイズ比較っていうのも作ってるので、それを見ていただければいいかなとは思うんですけども、僕の身長が178なんですけど、それやったら適正はね L かなという感じですね。 M やとちょっとジャストすぎるし、 L やったら中も全然着込めるんですけど1枚でも着れるみたいな。ただ XL までいくとダボダボになってくるんですけど、まあそんな感じっていうことですね。で次がこちらね、今僕が持ってるやつもマウンテンライトの、これはブラックバージョンのデニムなんですよね。でこれが XL バージョンになってるので、若干ねこうやって比べると違うと思うんですけど、もうこうやって切り替えちゃうともう全くさっきと同じやつを紹介してるやんけと思うと思うんですけど、実は若干色ちゃいますよということになってますので、これが XL サイズということになってます。これは最近大きすぎてほぼ着ておりません。はい、次がですね、忘れかかってたモンベルがポコンと出てきましたということになってるんですけど、これがね唯一もうアウトドアメーカーのこのゴアテックスという生地を使ってる中で一番安いんですよ。一番安いのがなんぼで買えるんかというとですね、1万円台で買えるんですね。2万円切るということで1万8000円かな、なんかそれぐらいで買えると思うんですけど、多分そんな安くで買えるのがなくて、ただ安いだけじゃなくて機能的にも結構いいんですよね。でそれこそもちろん収納できるとかはもちろんそうやし、で止水ジップ使われてたりするし、あとなんかこの上のフラップとかもあるので、雨がねこうやって垂れてこないようになってて、垂れてもねジップの中に入らないようになってるとかっていう細かいところまで計算されてるけども、やっぱりモンベルはコスパが抜群にいいので、もともと生地メーカーとかと取引してた会社なんですよね。だからあんまり余計なコストがかかってないというか、もう昔から海外の超有名な生地会社と取引をしてたブランドがこのモンベルというブランドになってるので、だから安くできるっていうところもあると思うんですけど、あとのメーカーはねやっぱりちょっと間挟むんでいろいろ仲介が入って品質は変わらへんけども値段が高いっていうことが結構あったりするんですが、これに関してはモンベルはいつも品質よりも値段が安いというか、他のブランドやったら絶対この価格できひんなと思わされるような老舗のね生地メーカーとのやり取りしてるなっていうふうにいつも思ってます。で最後はですね、もう3つバンバンバンと紹介しますね。これはソフトシェルジャケットになってるので、アークテリクスのスコーミッシュフーディーって言って、もうさらに一番この辺はもう薄いジャケットになってるので、透けるぐらいなんですよね。手とか肩下透けるぐらいの薄いジャケットがこのスコーミッシュで、次も同じように、これはパタゴニアのフーディニっていうジャケットで、これも透けるぐらい薄いんですけども、ソフトシェルのパタゴニアといえばこれですよね。で次ノースフェイスのソフトシェルといえばこちらのスワローテイルですね。でこの辺に関してはマウンテンパーカーと呼べるんかと言われたら微妙なところではあるけども、一応ソフトシェルと分類されてるだけあるので、一応マウンテンパーカーに入れとこうかということで今回18着ありましたということになってます。はい、こう見てみるとね、僕も着てるやつはめちゃくちゃ着てるけど、着てへんやつ全く着てへんやつもあったりはするんですけども、動画でね必要やったりすることもあるので忘れた頃に着てみたりとか、あと一応大事に保管はしてるんですが、近々ですね冒頭でも言った通り、美女が選ぶランキングっていうの、この中からトップ5っていうのを選んでもらうのもそうやし、あと下からワースト3っていうのも選んでもらってるんですね。これちょっと私嫌かもしれませんみたいなのを以前出てもらったりほちゃんに出てもらってますので、それも楽しみにしていただければなというふうに思います。ということで本日はですね、僕が持ってるマウンテンパーカーを全て紹介しめたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。